さて、今回解説するのがこちら、エンドジャオーガとパラドビナシ集ラになります。早速効果の方を見ていきましょう。まずはエンドジャオーガ。こいつ12コスって書いてあるんですけど、まあ、鬼タイムで6コス軽減されるんで、実質6マナです。で、メインの効果がここ。なんとこいつ、鬼エンドで自身に追加ターンを付与する効果を持っています。要はまあ、ジャオガで自分の盾全部回収した次のターンに、このエンドジャオガで追加ターンへって殴ってくださいって感じです。もちろん自分の盾がないんで、鬼タイムも発動し放題ってことで、まあ、追加ターン中にジャオガで打点増やしたり、あとはまあ、ジャオガで相手のクリーチャー全部破壊するのも面白いです。 それともう一つ、こいつボルトギの革命ゼロトリガーでめくった場合も追加ターン発動するんですけど、ここで今後確実に起こるであろうトラブルについて先に解説しておきます。それが追加ターンの連続不要について、クレルマスターズは相手のターン中に追加ターンを得た場合、先に追加ターンを処理してから通常ターンが処理されます。要は、相手のターン、自分の追加ターン、自分のターンっていう順番になるんですよ。つまりですね、革命ゼロトリガーのボルトギでエンドジャオガが場に出た開始のターンは追加ターンなんで、このターンにエンドジャオガを召喚しても追加ターン得られません。 エンドジャオガのテキストに書いてある通りですただねこの追加ターンを終了した次のこの自分のターンですねここでエンドジャオガを出すとなんと追加ターンが付与されますなんでまあ実質2ターン追加付与が入るわけですこれね確実にどっかのフリー対戦で揉めるんで相手にごねられたらこの動画見せて黙らせましょうというわけで次にこいつ強いのかっていう話なんですけど正直僕あんまり評価してませんでした一体なぜかって話なんですが僕さっき使い方の時にちょっと話したんですけど鬼が耐 ーガを出した返しのターンですねシールドゼロ枚っていう完全に無防備な状態でターンを返す必要があったんですよこれをまあ100機のジャオモンで耐久しろっていうのはさすがに無理だろって思ってたんですよただここで先日公式からパラドビナシューラっていうカードが発表されたんですよこのカードなんと自分がゲームに負けるときに手札から山札の下に送ると敗北を回避することができるっていうかなり斬新な能力を持っていますしかもチップで山札下にあるカードを墓地に送ってそれが5コスト以下のクリーチャーなら場に出すことができるんで敗北回避用に送ったビナシュラ なんと場に出てくるんですよさらにこいつまさかのピラタッカーってことでまあ多分ここまでしないと他の敵 勝てなかったんでしょうねもう相当挑戦したんだろうなっていう開発の苦労が滲み出てきました。もうこれは天国でこの挑戦の犠牲になった最強直結パックも喜んでると思います。てなわけで総合評価は両方8ってことでかなり高めに設定しました。ただ一つですね、これはすべて今の環境デッキが来月の電動発表で死ぬのを前提とした話です。なんで万が一ウィザーズの本社が明日バカストがして電動発表がなくなったらこのカードの評価は5になります。それはご了承ください。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。